はい、こんにちは、116インズです。ついに MLB の開幕が今日決まりました。数ヶ月にも及ぶオーナー側と選手会側のお金をめぐる争いは結局両者合意には至らず、最終的にコミッショナー権限での開幕ということになったんですけれども、まあ不本意な形ではあるんですけれども、とりあえず開幕が決まって本当に良かったなと思います。で、選手は7月1日までにチームに合流するように求められていまして、で7月23日また24日から試合の方が始まるという日程になっております。いや、本当にですね、もうこの数ヶ月間オーナー側と選手側の争いばかりを見ていたので、ようやくですね、まあ、両者、まあ、不本意な形ではあるかもしれないんですけれども、開幕に向けて同じ方向を向き出したっていうのは良かったのかなと思います。で、今シーズンはこういった情勢も踏まえまして、かなり変則的に行われる予定となっていますので、今回は今シーズンどういったフォーマットで行われるのかといったところを話していきたいなと思っております。まずシーズンのフォーマットなんですけれども、レギュラーシーズンは60試合行われる予定となっています。試合数に関しては選手会とオーナー側の交渉の中でも争点となっていたところなんですけれども、結局今回コミッショナー権限での開幕となりましたので、60試合の実施ということになりました。オーナー側はかなりコロナの第2波を懸念しているということもありまして、極力ですね、9月中にシーズンを終えたいという意向があったため、まあ、今回60試合という形になったようですね。で、チームの対戦なんですけれども、今年は移動距離を極力減らすためにリーグを問わず同じ地区のチームと対戦することになりました。例えばですね、マリナーズのケースですと、マリナーズはアメリカンリーグ西地区に属していますので、同じアメリカンリーグ西地区のチームと、それからナショナルリーグ西地区のチームと今年は対戦することになります。で、同じリーグのチームとは合計40試合、別のリーグのチームとは合計20試合を予定していまして、現段階ではダブルヘッダーを行う予定はないようです。 MLB 側としても極力球場にいる時間を減らしたいという意図がありますので、スケジュールにダブルヘッダーを盛り込むことはしなかったんですけれども、ただどうしても野球は天候に左右されるスポーツでもありますので、雨天中止が出てきた場合にはおそらくダブルヘッダーで試合を消化していくことになるかと思います。続いてはロースターですね。今年はマイナーリーグがおそらくこのまま行われない可能性が高いですので、各チーム60人のプールからメジャーリーグの試合に出場する選手を登録していくという形を取るようです。で、60人のプールにつきましては、現地時間6月28日までに各球団決めるように現在通達されている状況ですね。で、出場選手登録については、初めの2週間は30人なんですけれども、これが徐々に減っていきまして、次の2週間は28人、で、その後は26人で出場選手登録を行っていくという形を取るようですね。まあ、どうしても調整期間が短いですので、初めはロースターを広めに取るような措置を取ったようですね。で、また今年は当初投手の人数制限を行う予定だったんですけれども、これについては今季に限って撤廃をするようです。またトレードデッドラインについては、例年は7月31日がデッドラインなんですけれども、今年は8月31日がトレード期限になるようですね。ただトレードデッドラインが延長されたとはいえ、30試合程度の成績でプレーオフを目指すのか決める必要がありますし、また獲得を狙う選手についても30試合ぐらいのパフォーマンスで誰を獲得するのか決めなければいけませんので、今年のトレードデッドラインは各チームかなり難しい判断を迫られるのではないかなと思いますね。で、ちなみにポストシーズンに出場できる選手は9月15日までに獲得した選手のみとなっております。続いては選手の出場についてですね。選手は年俸の60試合相当分の額が今年は満額支給されることとなりました。で、また選手は今シーズンプレーするかどうかをどうも選べるみたいですね。特に選手自身ですとか、それから家族の方が、まあ、高リスク群に該当するような選手に関しては、今季プレーしないという選択をした場合でも年俸は支給されますし、またサービスタイムもカウントされることとなっているようですね。ただこういった高リスク群に該当しない選手についても、シーズンをプレーしないという選択自体は可能なんですけれども、その場合はどうも年俸とそれからサービスタイムについてはもらえないということになっているみたいですね。まあ、今年誰がシーズン出場するかってところは一つ注目して見ていきたいところですね。また今年はいくつかのルール変更が行われる予定となっています。まずかねてより検討されていた両リーグの DH 制が今年試験的に導入されることになりました。まあ、現状アメリカンリーグが DH 制ありで、ナショナルリーグは DH 制がないという状況なんですけれども、ただ以前よりナショナルリーグに DH を導入しようという話自体はありましたし、また次の労使協定でナショナルリーグの DH 制導入というところが議論されるのではないかというふうに噂されていたんですけれども、まあ、今回こういったシーズンを送る関係で今回試験的に導入されることとなりました。で、また今年よりのルール変更で野手の登板がだいぶ制限される予定だったんですけれども、こちらについては今年に限って特に制限なく野手の登板が可能となっております。
またメジャーリーグといえば延長戦が無制限で行われるという特徴があるんですけれども、そうしますとどうしても試合時間が長くなってしまいますので、今年の延長戦はすべてランナー2塁から始まることとなりました。ランナー2塁から始まれば少しでもですね、試合時間を短くすることがおそらくできるでしょうから、そういった理由もありましてこういった決定をしたんだと思います。なお延長戦がランナー2塁から開始するのはレギュラーシーズンのみであって、ポストシーズンについては通常通り延長戦の方を行う予定だそうです。また試合の方5回まで終了していないと試合としては成立しないんですけれども、5回までに天候などの理由で中止になってしまった試合については、ノーゲームとはせずに全てサスペンデッドゲームとして扱うようです。どうしても各チーム対戦機会が限られていますし、また雨天中断の時間が長くなってしまうと、どうしても球場に留まる時間も長くなってしまいますので、今年に限ってはノーゲームとはしないということになったようですね。またコロナ関連でもいろいろと措置が取られるようですね。まず選手が感染してしまった場合ですとか、それから症状が出ている場合に備えて、今年はコロナ用の故障者リストが設けられるということです。で、この故障者リストなんですけれども、日数に関しては特に制限がなくて、2回検査で陽性反応が出なければ再び試合に戻ることができるようですね。また選手や関係者などの安全を守るために、検査の方はかなり頻繁かつ厳しく行っていくようですね。まあ1日おきの検査ですとか、それから1日2回の体温検査、それから月1回の抗体検査と、まあ検査ということにはなるんですけれども、まあこれは全て選手そして関係者の安全を守るために、MLB としても全力を尽くしていくという姿勢なんでしょうね。それからちょっと面白いのは、ツバハキ、それから紙タバコ、ひまわりの種は全面的に禁止されるようですね。まあ MLB のベンチなんか見てみると、まあ結構汚かったりするんですけれども、まあ、これらはすべて唾を吐いていたりですとか、あとはひまわりの種をペッペってやったり、そういったことのせいでもあるんですけれども、まあ、そういった光景を今年は見られないのか、まあ、はたまた選手はちゃんと我慢できるのかなどですね、まあ、ちょっとその辺は気になってしまいましたね。それから乱闘も禁止になるみたいですね。まあ、当然乱闘となればいわゆる密の状態になりますので、まあ、禁止する理由はまあ当然理解はできるんですけれども、MLB で乱闘のないとしてまずないと思いますので、まあ、この辺もね、どうやって抑えていくのかっていうところはちょっと気になってしまいましたね。もし乱闘が起きて、例えば出場している選手が全員退場になってしまったなんてことが起きたら、試合として続行できるのかとかですね。まあ、ちょっと気になるところはいろいろあるんですけれども、まあ、とにかく MLB としても何としてでも選手たち、それから関係者の安全を守っていくってことを第一にシーズンの方を進めていくようですね。ということで今年はかなりですね、いろいろな部分で変則的なシーズンになるんですけれども、まずは何より開幕が決まったことは素直に嬉しいですね。まあ、今年は60試合とかなり短いシーズンにはなるんですけれども、その分ですね、1試合1試合はかなり大事な試合になってきますし、どのチームにもおそらくプレーオフ進出の可能性っていうのはあると思いますので、非常にですね、この60試合の中でもかなり熱い試合はたくさん見られるんじゃないのかなというふうに思います。不確実性の強いシーズンになりますので、本当に勢いだけで勝ち上がってくるチームがいてもおかしくはないと思いますので、本当に今年の戦いっていうのは全く先が読めないですね。そういった楽しみがある反面、やっぱり心配なのは無事にシーズンが終わるかっていうところですよね。アメリカではまた感染者が一部の州では増加に転じているという話もありますし、またここ1週間では MLB のチームの中でも、まあ、感染者が続々と出てきている状況ですので、試合が始まることでさらにこれが増えても全くはおかしくないと思うんですよね。こういった感染者の状況もありまして、現在メジャーリーグ全球団はスプリングトレーニングの施設を閉鎖している状況ですし、で、また今日開幕の発表があった直後にコロラドロッキーズの選手3人が感染しているという情報も出てきましたし、うち1人はオールスター外野手のチャーリー・ブラックモンということで、選手の感染っていうところは本当にいつ起きてもおかしくないというような状況になっていますので、そこだけがやっぱり心配ですよね。選手や関係者の感染が広がれば、最悪シーズンの中止という可能性も全くないわけではありませんので、とにかくですね、そういった最悪の事態だけ起きないように、シーズンの方進んでほしいなと思います。いろいろと不安要素はあるんですけれども、ただ順調にいけば来月末には再びメジャーリーグの野球が見られますし、ファンとしても本当に楽しみなことですので、本当に今からですね、開幕が待ち遠しいなと思います。MLB の無事の開幕を祈りながら今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。